ヘクマット・イー・シーラージー、1892年6月16日から1980年8月25日、ペルシア語、アリー・アスガー・ヘクマット・イー・シラジー、または、ミルツ・アリ・アスガー・カーン・ヘクマット・イー・シラジーは、イランの政治家、外交官、作家。ヘクマテ・シーラージーとも表記される。レザー・パフラビー及びモハンマド・レザー・パフラビーの統治下で、外務大臣、法務大臣、文化、 イスラム指導大臣を務めた。インドでは、イラン大使を務め、インドの歴史や文化について、複数の著書がある。イラン革命後は、その著書や作品は無視され、本人は、フリーメイソンだという落印を押されたが、著書、インドの遺跡における、ペルシア語の碑文が、その後再版され、イランに紹介されている。ペルシアにインスクリプションズ、オンザインディアンモニュメンツ。 パルシア、2020年6月15日閲覧。テキストはずコピードフロムディスソース、ウィッチーズアベイラブルアンダーエークリエイティブ、コモンズアトリビューション4.0インターナショナルライセンス。イランインディアリレーションズドクター・マファンモッド・アージャーム。ペルシアにインスクリプションズ・オンインディアン・モニュメンツ。インドの遺跡における、ペルシア語の碑文。ありがとうございます。